皆さんこんばんは。元男の子の青木かのんです。実は私、青木かのんは皆さんに隠していることがあります。それは過去に2度の摂食障害に陥ったことがあります、ね、まず摂食障害ってな何っていうことなんですけども、簡単に言いますと、間違ったダイエットをやっちゃって食べることへの嫌悪感とか拒絶感とか、もし食べたとしても生えちゃうみたいな、そういう結構やばい事態に私は今まで2回なってるんですね。で、今回私が何を話したいかというと、なぜ私が摂食障害になったかっていうことと、あとは摂食障害になって辛かったこと、この2つをお話ししていきます。まず最初に、私がなぜ摂食障害になったかというと、私はもともと性別が男だったわけですよ。小学校1年から高校3年生までもうゴリゴリの野球少年だったんです。野球部ってもう壮絶なレベルで運動を毎日するから、太るっていうことへの考えは無縁だったんですよ。野球を高校3年生の時に引退したと同時に、私は性別を女に変える準備に入るんで、今までバリバリ運動してた人が運動をやめて、でもその当時と同じような食事量をとってたら、それは太りますよねっていうことなんですよ。女性ホルモンをその18歳の頃から飲み始めるから、男から女へのその体質変化もその18歳の野球引退時期に起きるわけですよ。このダブルパンチですよね。で、私その引退した頃の体重が75キロで、まあまあごついんですよ。身長170で75キロですから、結構たくましいでしょ。引退するともちろん運動しなくなるから筋肉も落ちるんですけども、筋肉って実は脂肪より全然重いんですよ。引退して体重落ちるでも太るみたいな、不思議な感じですよね。肉がつくってことでも体重落ちる、筋肉がなくなるから、それで65キロぐらいになるんですよ私は。でも結構ブクブクなんですけどね。やっぱりその時期って私は男から女へ移行準備をしてるわけなんで、結構その女性への憧れっていうか、かなり敏感になっているんですよ。とりあえずダイエットするんですけども、私の場合はその運動したくない、運動したらまた前みたいに逆戻りっていうかごつくなっちゃうから、運動せずに痩せるんだったら食べる量減らせばいいんじゃねみたいないう感じに行き着いて、とりあえず私は、1日1500カロリーぐらいに抑えました。もう結構少ないんですよ。だって基礎代謝って確か1000何百、ちょっとわかんない、ここに出しておきます。男性の基礎代謝、確かにちょっと減るんですよ、2、3キロぐらい。それでも62キロとかでしょって、これじゃ全然ダメじゃんってなって、でその時に私がやった行動が断食。断食っていうのもその全部の食事をやめるんじゃなくて、朝ごはんしか食べないっていう断食をしたんですね。そうなるとね、夜が超辛いんですよ。あーでもこの感じだと長続きしないなーってなって、したら1食200カロリーの3食、だから1日600カロリー、もうそれでもね私続かなかったんですよ。めっちゃ辛いみたいな、もうさっぱりしたものっていうか、もう味気のないものしか食べれないじゃんってなって、で行き着いたのが、3食普通に今まで通り食べる、そのわがままな生き方をするんですけども、食べた後にすぐに吐けば OK っしょ。それがね良くなかった。私ほんとね良くないと思いますよ。だって食べ物を満足に食べれない国だってあるのに、だから朝は食べるけど昼夜がっつり食べても吐くみたいな、やばくない？それでみるみる痩せていきました。最初はすごい、うわ楽な痩せ方してんなみたいないう感じになっていったんですけども、これがね全然長続きしないんですよ。それでちょっと辛い話に、今から移行するんですけども、辛くなった点、それは食べた後に結局吐かなきゃいけないっていうプレッシャー。これやめればいいじゃんっていう風になるじゃないですか。でもその食べることへのその中毒性、あとは食べた後に吐かなきゃいけないっていう使命感、もうほんとねこれ一種の精神病ですから。ほんとそうなんですよ。摂食障害ってもう精神的な問題がかなりでかいと思ってて、どうやって克服したかというと、胃潰瘍になってしまいました。胃潰瘍とその胃に穴が開いちゃうことね。空腹の時とかはもうずっと胃がチクチク、人差し指での伸びた爪でガン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 なんかやられてて、なんか押さえてないとなんか立てないみたいな状況になってしまって、多分それっていろんな原因があるんですけども、ストレス、もちろんそうですよね。食べることへのその拒絶感もありながらも食べなきゃ
けないっていう、そのなんか中毒状態、あの大学で私それぶっ倒れて一回で病院連れて行かれて、あんたが今やってることが原因 でしょうねって先生に言われて、なんか別のもう重大な病気に発展しちゃうから今すぐやめろって言われて、私は怖くなっちゃってやめました。したらリバウンドしたんですけどね、まあリバウンドするんですよ結局そういう痩せ方を。でそれで私は一回本当になんかもう命の危険を感じたんでやめることができたんですけども、また第2回が来るんですよね。実は私、2017年の7月頃に摂食障害になってます。あ、でもその時の動画皆さん2017年の夏頃見てください。太ってるように見えるじゃないですか。あれ違いますからね、横に引き伸ばしてるからあんな風に顔がまん丸に見えるだけで、あれ実は私めっちゃガリガリです。なぜこんなことになってしまったかというと、今まで私はその女になって、で女として同い年ぐらいの女性と一日中接することがあんまりなかったんですよね。それが YouTube ネクストアップなんですよ。今で言うとその宇佐谷パイセンさんとかもそうだし、アサギーニョとかもワカニャンもいたし、まあそうそうたる人気のある子たちと一緒に4日間かな、毎日ずっと一緒にYouTube の育成プログラムを受けるみたいなことをやってたんですよね。実はね、やっぱ周りの人と私は全然体格も違うし、なんかそのギャップに私はショックを受けたっていうか、このままじゃやばいぞみたいな、その直後ぐらいに私は同じように摂食障害になってしまうんですよ。でその時の体重がね170cm46kg、 あその当時私あれだよ、あのネックストアップの時58kg ぐらいですよ。友達と会う時もで、カノンどうしたのみたい なんか顔がげっそりしてて なんか今にも死にそうみたいな、よく言われてて、でも自分の中ではそれが快感に感じてたんで止められなかったんですよ。でもちゃんと私は克服ができました。なぜ克服したかっていうと、ぶっ倒れたからです。で当時食べてたやつが野菜スープとか、もうそんな感じの軽い食事だけしかしてないのに吐いてたから、吐くものもないのに炭水化物も取ってないから、炭水化物ってやっぱり体を動かすその動力源じゃないですか、もう源じゃないですか。この体を動かす電池がないから枯渇してしまって、私はそのルノワールっていうところでぶっ倒れました。で運ばれて、もう本当にお医者さんに怒られて、できることならもう吐くなって、むしろ太れって言われて、倒れた時のそのなんか目の前がいきなりフェードアウトしていくんですよね。なんかあれが結構私はもう気持ち悪いっていうか、もう怖いっていうか、もう半分トラウマですよね。なってるんで過度な食事制限をせずに今生きてます。あ、じゃあ今からもう一つ良くなかったことをお話しするんですけども、で私その当時肌もガサガサ、髪もチリチリみたいな、なんかそういう風にもう栄養がないから、もう見た目的にも全然魅力的じゃないっていう、もう化粧やっても乗らないしね、そういう風になってたから、もういいことがないんですよ。ちゃんと正しくダイエットすることを私は、自分にも今言い聞かせるつもりで、皆さんにも、きちんと話しておきたいと思ったんで、今回動画を作らさせていただきました。まあ、今回私は摂食障害のことを話したんですけども、なかなかやめることができない病気なんですよ。病気っていうか本当に心の病っていうレベルで、まあ、ただ私に限ってはその痛い目を2度見てやっと、まあ、克服できたんで良かったんですけども、私以外にもっと苦しんでる方、例えばもう体重が20キロ台とか30キロになっちゃって亡くなってしまう方とかもいるし、まあ、そういう方が苦しまないような、まあ、世の中のその風潮になってほしいですよね。ガリガリ至上主義っていう時代が早く終わらないかなっていうのを私は、願っております。ほどほどに皆さんダイエットしていきましょう。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、 そしてリフレクションチャンネルは画面の下にリンクありますんで、ぜひチャンネル登録もしてね。また次の動画でお会いしましょう。
私は僕いつになっても居場所探しで埋もれてゆく夜空の下